松戸市立図書館は、千葉県松戸市が運営する公立図書館。本館は1974年2月開館。松戸市松戸にある本館と、市内各地の19の分館、子ども読書推進センター、新松戸分館こどもの図書館の計22館で構成される。蔵書の貸し出しを受けられるのは、松戸市の在住者、松戸市への通勤、通学者、松戸市に隣接している市区の在住者となっている。また、移動図書館舎を所有している。1943年2月に松戸町立図書館設立。同年4月に松戸町の市政施行により松戸市立図書館に改称。松戸市立図書館設置条例に基づき、以下に挙げる1つの本館と19の分館が設置されている。ABCDEFGHIJ 図書館要覧令和元年度。2020年8月25日閲覧。図書館の利用について、www.city.matsudo.chiba.jp 2020年8月25日閲覧。松戸市立図書館設置条例。www.g-reiki.net 2020年8月25日閲覧。施設案内。www.city.matsudo.chiba.jp 2020年8月25日閲覧。子ども読書推進センター。www.city.matsudo.chiba.jp 2020年8月25日閲覧。新松戸分館こどもの図書館。www.city.matsudo.chiba.jp 2020年8月25日閲覧。ありがとうございます。